皆様こんにちは、数学ラブです。魔法陣を数学するということで、今回は奇数×奇数の正方形魔法陣の作り方を勉強していきましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。魔法陣とは、正方形の方陣に数字を配置し、縦、横、対角線のいずれの列についてもその列の数字の合計が同じになるもののことを言います。ここでは奇数×奇数の正方形魔法陣の作り方のルールを説明します。まず1つ目は、上段中央に1を入れる。2つ目は、斜め右上に空欄のマスがあるときはそこに次の数字を入れる。3つ目は、斜め右上に数字の入ったマスがあるときは下に次の数字を入れる。4つ目は、斜め右上にマスがなく、その縦横のどちらかにマスがある場合はその一番遠いマスに次の数字を入れる。5つ目は、斜め右上にマスがなく、その縦横のどちらにもマスがない場合は下に次の数字を入れる。この5つとなります。では、 3×3 の正方形魔法陣の作り方を解説していきたいと思います。まず、上段中央に1を入れます。斜め右上に次の数字を入れるのですが、斜め右上にマスがなく、その縦横のどちらかにマスがある場合はその一番遠いマスに次の数字を入れるので、今回の場合はここにマスがありませんので、その縦の一番遠いところ、ここに次の数字2を入れます。そこから斜め右上にマスがあれば次の数字を入れるのですが、斜め右上にマスがなく、その縦横のどちらかにマスがある場合はその一番遠いマスに次の数字を入れますので、今回は斜め右上にマスがないですから、一番遠い横のマス、ここですね、ここに次の数字3を入れます。そこから斜め右上のマスが空いていれば次の数字4を入れるのですが、斜め右上に数字の入ったマスがあるときは下に次の数字を入れるので、今回は斜め右上はもうすでに1が入っていますから、3の下に次の数字4を入れます。そこから斜め右上に空欄のマスがあるときはそこに次の数字を入れますので、4から斜め右上、ここに5を入れます。そこから斜め右上に空欄のマスがあるときはそこに次の数字を入れますので、5から斜め右上、空いていますのでここに6を入れます。そこから斜め右上にマスがなく、その縦横のどちらにもマスがない場合は下に次の数字を入れますので、6の斜め右上はマスがなくて、その縦横のどちらにもマスがありませんので6の下に7を入れます。そこから斜め右上にマスがなく、その縦横のどちらかにマスがある場合はその一番遠いマスに次の数字を入れますので、斜め右上にマスがなくて
この今回はですね、横の一番遠いところが空いてますので、ここに次の数字を入れます。そこから斜め右上にマスがなく、その縦横のどちらかにマスがある場合は、その一番遠いマスに次の数字を入れますので、斜め右上にマスがなく、今回は縦の一番遠いところ、ここに次の数字9を入れます。これで 3×3 の正方形魔法陣が作れました。5×5 の正方形魔法陣はこちらとなりますし、 7×7 の正方形魔法陣はこちらとなります。この中の縦横対角線のいずれの列についても、その列の数字の合計は同じになります。ぜひ試してみてくださいね。いかがでしたか？今回は奇数×奇数の正方形魔法陣の作り方を勉強していきました。たくさんの魔法陣を作ってみましたか？この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。 Twitter もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。